抗議デモが収まらず暴動が相次いでいます。アメリカのミネソタ州で黒人男性が白人の警官に暴行され死亡した事件をめぐり、30日も全米各地で抗議デモが続きました。ニューヨークではデモ隊が警察車両に火をつけるなどし、200人以上が逮捕されました。首都ワシントンでは数百人が集結し、ホワイトハウスが一時閉鎖されたということです。トランプ大統領は要請があれば軍を出動させる用意があるとの方針を示しました。